中止だと。はい、ありがとうございます。サシブです。衝撃の告知で、昨日めちゃめちゃざわついていましたが、スプラトゥーン甲子園及び任天堂ライブに関する情報です。スプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会の開催時期及び任天堂ライブ2024東京の開催中止を決定しました。イベントを楽しみにしていただいていたお客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。これ見た時は誰しもがへってなったと思います。各地区大会の優勝チームが集まり、日本一位を決める全国決勝大会、各国の1位が集まり世界1位を決めるワールドチャンピオンシップ、スリミ連合たちによるリアルライブイベントバンカライブ GO、 バイトチームコンテスト上位3チームと抽選で当たったチームが参加できるバイトチームコンテスト@Nintendoライブ、スプラ関連だけでもこれだけのイベントが控えていたにもかかわらず全てキャンセルとなりました。何があったの？ってなりますよね。開催中止の理由がまた衝撃です。開催延期の理由、当社社員を標的とした脅迫行為を執拗に受けておりましたが、直近におきまして、この脅迫行為の標的が、スプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会の観客、スタッフ等に広がったことから、お客様の安全を最優先に考え、イベントの開催を延期する判断に至りました。なお、スプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会に連動する、スプラトゥーン3ワールドチャンピオンシップ2024につきましても実施を延期いたします。またスプラトゥーン3ワールドチャンピオンシップ2024の実施を予定しておりました2024年1月20日土曜日21日日曜日の任天堂ライブ2024東京につきましては、お客様の安全を十分に確保できないとの判断に至ったことから開催を中止し、任天堂ライブ2024東京の会場にて実施を予定しておりましたマリオカート8デラックスオンラインチャレンジ決勝ステージおよびマリオカート8デラックスワールドチャンピオンシップ2024につきましては実施を延期いたします。というわけで、完全に中止になるのは任天堂ライブ2024東京のみで、スプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会、スプラトゥーン3ワールドチャンピオンシップ2024、マリオカート8デラックスオンラインチャレンジ決勝ステージ、マリオカート8デラックスワールドチャンピオンシップ2024はあくまで延期という形になります。各イベントの延期後の日程につきましては、決定後に改めて当社ホームページ及び公式 X アカウントよりお知らせいたします。イベントを楽しみにしていただいていたお客様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。この件、任天堂は悪くないどころか、本当は開催したいけど、我々の安全を考えて開催を控えてくれたという素晴らしい対応ですよね。許せないのは脅迫行為です。この脅迫に関する話は後ほど詳しくお話しするとして、イベント開催延期によって起こるであろうスプラ関連の話を先にします。1つ目、バランス調整の延期。現在大好評のシーズン6の中間アップデートですが、予定では世界大会の後1月中旬に大きなバランス調整をするつもりだったはずです。大会の前にバランス調整をしてしまうと選手たちが対応するの大変ですからね。しかし大会が延期したことによってアップデートも延期になる可能性があります。大会が大幅に延期される場合は予定通りバランス調整が来ると思いますが、このあたりは続報に期待ですね。2つ目、バンカライブはオンライン開催。もともと YouTube で配信予定だったリアルライブイベントバンカライブ GO ですが、前回のバンカライブとは内容が異なるため、このままお蔵入りする可能性は低いです。無観客でライブ配信を行うか、ミュージックビデオとしてスリミ連合たちのライブモーションを公開するか、どちらかの対応をすると思います。以前テンタクルズのライブモーションがサウンドトラックの特典として公開されましたが、これが YouTube で公開されたら嬉しいですね。会場で販売予定だったグッズはおそらくオンラインで販売になるでしょう。3つ目、重大発表の延期。全国決勝大会では大会終了間際に何かしら発表が控えていたと思います。会場でフロスティフェスのお題発表が一番可能性が高かったですが、サイドオーダーの続報なども考えられましたが、大会がなくなったため大きめの発表も延期、もしくはなくなったかもしれません。大会に興味がない方もいると思いますが、大会が延期してしまうとゲーム周りにも影響が出ちゃうんですよね。本当に脅迫した人が許せません。
で、この脅迫に関してですが、脅迫行為の標的が社員からスプラトゥーン甲子園のスタッフ、観客に移ったという書き方から、スプラトゥーンの開発スタッフが脅迫されていた可能性が高く、スプラトゥーンシリーズのプロデューサーを務めている野上さんが標的にされていたんじゃないかと噂されています。今までスプラ甲子園の現地に行き実況も担当していたにもかかわらず、今年のスプラ甲子園では一回も姿を見せていなかったですからね。この脅迫によって開発にも遅れが出ていたりしたら、とんでもない事態です。ここからは野上さんのことを知らない方もいると思いますので、過去の映像を振り返りながらお話ししていきたいと思います。はい、先に更新データバージョン 6.0.1 が来ましたんで、そっち見ていきましょう。まずはプレイヤー操作に関する問題の修正。対戦やバイト中に少しの間画面が静止することがある問題を修正しました。ステージの端で特定の操作を行った後、ウルトラ着地を発動した時、他のプレイヤーの画面で見るとウルトラ着地を使用したプレイヤーが正しい位置に表示されなくなることがある問題を修正しました。バグがなくなったということですね。続いてサーモンランに関する問題の修正。ビッグランで終了時のニュースが正しく表示されず、ハイスコアに本来対応する置物やバッジが受け取れないことがある問題を修正しましたと書いてあるんですけども、これは結局直っていないみたいで、公式 X でもアナウンスがあったので、また更新データを待ちましょう。で、これどうやらね、銀の置物をもらった人は金の置物が追加でもらえるみたいな感じになるっぽいので、ある意味銀の置物をもらえた人はラッキーかもしれません。爆弾が頭上にボムを生成している間に、その胴体にカニタンクのカノン砲を命中させた時、与えるダメージがこれまでより少なくなっている問題を修正しました。これはやっぱりバグだったみたいですね。その他の問題の修正。本体をスリープ状態にしてインターネット通信が切断された後、スリープ状態を解除してゲームを再開するとき、元いた場所ではなく広場に戻ってしまうことがある問題を修正しました。というわけで、いろいろ快適になりましたので、引き続きシーズン6お楽しみください。はい、というわけで、これスプラトゥーン甲子園2016というね、まあ、7年前の大会の映像なんですけども、まあ、ここでね、野上さんがちょっとスピーチするんですけど、まあ、泣けるんで、ちょっと見ていただきたいなというわけで流しております。ねえ、脅迫の件どうですか皆さん。結構衝撃なんですけど、ツイッターとか見てると、やっぱちょっと口の悪い方、もう口の悪い方っていう言い方も良くないかもしれないんですけども、まあ、ちょっと文句を言う方いるじゃないですか。それのまあエスカレートして延長線上だと思うんですけども、あ、見てほらほら、今これ。スプラトゥーンを最初に日本で遊んでいただいたのは、スプラトゥーンを最初に日本で遊んでいただいたのはこの党会議のちょうど1年前のこの党会議の場でした。そこから1年でこれだけ大きな催しを開催させていただくまでになったのは、ここに集まっている皆さんとか、残念ながら参加できなかった皆さん、それから、まあ、今生放送を見ていただいている皆さん、本当に皆さんの、応援のおかげだと思っています。ありがとうございます。これからもこういったスプラトゥーン好きが集まれるような場を作りたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。そして、ここまでスプラトゥーンを大きく育ててくださったのは、やっぱりいつも遊んでくださってるプレイヤーの皆さんだと思ってます。そういった今まで支えていただいた方々に何かできないかなというふうに考えてます。ちょっと1月でコンテンツの追加は終了するとお知らせしたんですけども、もう少し何かができないかなっていうふうに考え始めてます。重大発表来ちゃいました。ただちょっともうちょっとだけ待ってください。はい、これからもスプラトゥーンとイカ研究所よろしくお願いします。感動のあまり泣いちゃってるんですけど、スプラトゥーンというゲームは、任天堂の長い歴史の中でも結構新しいゲームでして、初めてスプラトゥーンというゲームが遊べるようになってから1年経って、このスプラトゥーン甲子園がね、開かれまして、で、まあ、野上さん的にはやっぱね、こう自分が手掛けたゲームが皆さんに遊んでもらって、で、まあ、こういうね、多くの場で見てもらえるような大会も開けて、もうめちゃめちゃ嬉しいわけですよ。やっぱそれぐらい、こう、情熱を持ってね、ゲームを作っているわけで、多分、脅迫している方、
とか、あとまあ文句言ってる人とかは、まあその、なんだ、ゲーム内容、スプラトゥーンのまあバランスとか、あと、まあ例えばジムファイパー優遇してるとかね。まあそういうところに、まあちょっと苛立ちというか、まあ納得がいかずね、まあいろいろ文句言ってると思うんですけども、別に、運営側は意地悪をしているわけではないと。ちゃんとこう、みんなに楽しんでもらえるように頑張っているわけで、それを、なんか完全否定してね、まあ脅迫とかしちゃうのは違うんじゃないかなって思うわけですよ。で、こんな涙流しながらスピーチする人、いい人に決まっとるやろっていうね。そうなんですよ。で、まあこの時は、多分武器値セレクションとかなんか多分追加の発表があったと思うんですけど、だこんな感じで、全国決勝大会とか、あと世界大会とか終わった後に野上さんがスピーチして、なんかこう重大発表してくれる可能性があったわけですよ。それが潰れちゃったんですよ、今回ので。どうしてくれるんだと。どうしてくれるんだって感じなんですけど、まあ、今回はね、幸いなことに開催が中止になって、被害者はね、ゼロという形で済んだから良かったんですけども、もし仮に全国決勝大会とかで怪我人とか最悪の場合殺人とかね、起きちゃった日には大会中止どころじゃ話進まないんですよね。もうスプラトゥーンっていうゲームが続編作れなくなっちゃうみたいな感じになりかねないので、マジでちょっと本当に危ないんだよ、そういうの。だから本当にちょっと脅迫本当に許せないんですよね。うん、マジで。で、あとね、まあ今回被害者ゼロですけども、結局この脅迫行為が終わらないと大会安心して開けないし、まあ大会はおろかアップデートとか、あとこう続編を出すってなった時に、やっぱこう考えないといけないわけですよね、その脅迫のことを。ってなっちゃうと、まあやっぱそれきっかけで、まあうまくいかないこととかも全然あると思いますし、ちょっとマジで良くないそういうの。多分ね、見ている方の中には、ふざけんじゃねえよみたいな思ってる方もいると思うんですけども、本当にそう、本当にそうなんだけど、皆さんはね、あんま悪口とか言わないようにしてくださいね。うん。で、ファミ通の公式インタビューの方にも、この甲子園に関する、野上さんのインタビューがありまして、まあ、最後にね、涙流してましたよね、みたいな、インタビューに対して、ま、いろいろ、綴っていますよと。で、野上さんは、まあ、実はね、今日は最初からずっと泣きそうだったんですけどね、っていう風に。もう本当に、嬉しくてしょうがなかったんですよね、多分ね。で、ステージの上に立ったら、選手や観客の皆さんがこちらを見ているわけじゃないですかと。で、それを見ただけでグッと来て、改めて真剣に遊んでくださっている皆さんに支えられているなと。そういう思いが込み上げてきてしまって、で、動物の森も野上さんが開発しているんですけども、動物の森を開発した時も感じたことですが、自分たちでゲームを作る以上、こういう風に楽しんでほしいという想定はあるんですけども、お客さんはそれ以上に、こういうものがあるんだったらこう楽しもうとか、自分たちで楽しみ方を作ってくださったりするんですよね。そういう皆さんの反応に乗っかっていった結果が、このスプラトゥーン甲子園だったり、塩辛ライブだったりするので、繰り返しになりますが、本当にお客さんと一緒に歩ませていただいたと感じていますと。いうわけで、めちゃめちゃいいコメントなんですよ、本当に。まあ、脅迫がね、本当に野上さんが標的だったのかもわかんないですし、スプラトゥーン関係で脅迫しているのかっていうのもわかんないけど、まあそうじゃなかったとしてもね、脅迫自体は悪いことですので、本当にね、ことが収まるのを、大会とかね、全国決勝大会とか世界大会とか、早く日程が決まるといいですね。やっぱ任天堂ライブだけはもうどうしようもなく中止というわけで、まあ残念な方もかなり多いと思うんですけども、まあバンカライブとかはおそらくオンラインでもやってくれると思いますんで、続報に期待しつつ、任天堂の対応を待ちたいなと思います。いやー、ちょっとね、本当にショッキングなニュースだったんですけどね、シーズン6がだいぶね、好評でして、で、スプラトゥーン3復帰している方も多い中でね、こういうちょっとショッキングなニュースというわけで、非常に残念ではあるんですけども、今後もね、イカ研究所をみんなで応援して頑張っていきましょう。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくね。さーい。